日本鹿児島県鹿児島郡と島村、悪石島悪石島の空中写真。2009年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。フェリーと島より撮影。悪石島は、トラツレ島に浮かぶ島である。郵便番号は891-5204。人口は73人。世帯数は35世帯。また、 地名としての悪石島という故障は、鹿児島県鹿児島郡豊島村の大技となっており、悪石島の全域がこれに該当する。トカラ列島、島のあちこちに石があり、崖から落ちてきそうだから、や、平家の落ちるのが、追っ手が来たがらないような名をつけたなど小説がある。鹿児島本港南府島から、豊島村営フェリー、フェリーと島にで11時間、安ら浜港に寄港する。 運行は、週2便のみ。悪石島とその南西の小宝島の間には、渡瀬線または、トカラ構造海峡と呼ばれる、生物の分布境界がある。悪石島は、本州、四国、九州の動物省の南限となっている。稲垣醤油が表した、豊島村氏によれば、ボゼは、七芸と呼ばれる冬の節替わりの夜に登場する、仮面を被った神で、 都からの各党に現れたとされており、その名残が悪石島にのみ残ったとされる。現在は悪石島の伝統行事として、旧暦7月16日のお盆最終日翌日に登場する。また、島の盆踊りは、鹿児島県指定の無形民族文化財。津島丸慰霊碑、第二次世界大戦末期の1944年8月22日夜。 学童疎開の児童等を乗せ、長崎へ向かっていた、貨物船津島丸が島の北西沖 10km で、アメリカ軍の潜水艦防品の魚雷によって、撃沈され、乗員乗客1788名中1、418名もの犠牲者を出した。沖縄からの疎開船で最大の犠牲者を出した事件で、1970年の27回期に、慰霊品が混流された。 湯泊温泉露天風呂湯泊温泉泉室、炭化水素、塩化物泉港から約 1.5km 北側に湯泊温泉がある。島民は無料、外来者は200円。内湯と露天風呂があるが、陶器は露天風呂に湯を入れない。海中温泉港と湯泊温泉の中間の海岸にある岩場から湧き出す温泉。台風などで湯船が岩で埋まることもある。 砂虫温泉湯泊温泉の先、キャンプ場に隣接した位置に存在する。地熱を利用した天然さ虫風呂で小屋の中で小座を敷いて横になる。2004年に神田道夫と石川直樹が乗っていた熱気球で太平洋横断に挑戦するも、機材部長により横断を断念し、太平洋上に着水。 その後放棄された気球のゴンドラ部分が2008年夏に漂着した。悪石島を含むトカラ列島では、1958年4月19日、2009年7月22日、2012年5月21日と、半世紀今日の間に3度も、怪奇日食及び、金環日食が起こるという、世界でも珍しい立地条件に位置していた。 その中でも2009年7月22日の日食では、悪石島が海域帯の中心線付近に位置しており、海域日食が6分25秒も継続することから、大勢の観光客が押し寄せることが予想された。島にある5県の民宿には合わせても66名の収容能力しかなく、豊島村ではこの期間の観光を外部の旅行会社である近畿日本ツーリストに委託し、 それ以外の観光客の入島を禁止した。近畿日本ツーリストでは宿泊場所として学校の体育館やテントを利用し、ツアー料金を34万円以上に設定した。島の簡易水道の水源にある貯水タンクも50トンから80トンに増設された。当日は島の人口の4倍以上にあたる約400人が島に滞在していた。日食の当日、 都から列島は天候不順の場所が多く、悪石島では朝から大雨が降り、雷鳴も響き渡り、竜巻の恐れもあったため小中学校の校庭で日食の観測をしていた観光客らに対して旅行会社によって屋内への避難も呼びかけられた。島民及び来訪者394名が回期日食を待ちわびたが、悪天候のために回期日食そのものを 直接的に目撃することはできなかった。しかし、回帰日食によって、あたりは暗闇に包まれ、回帰日食を間接的に体感することはできた。2017年6月12日に関郵便局が設置された。ありがとうございます。